はい、皆さんこんばんは。関本健太郎のセカンドライフです。もう皆さんご存知ですけども、もうみんな大好き大谷翔平選手が、えー、エンゼルスから FA になって、えー、移籍先がドジャースと。 えー、いうことが決まりまりしたドジャースはですね 7, 7回ワールドシリーズ優勝しているもう超名門なチームでねもう日本人には馴染みのある、えー、野茂さんが在籍してたとか、えー、石井和久さんだったりマエケンだったりダルだ,だったりっていうね、えー、日本人にすごく馴染みのある球団に移籍することになりました。えー、エンゼルススからドジャーなんで割とこう近く にななるのかなだからなじ、えー、みのある土地で、えー、チームが変わるという形になりましたもう金額がねもうびっくりする、えー、金額ですね、えー、10年契約で総額7億ドル、えー、日本円で1,015億円と、えー、プロスポーツ史上最大の契約になったということなんですけどもねもうテニスだったりサッカーだったりってねアメリカンフットボールもありますし えー、いろんな、ね、スポーツプロスポーツありますけど最高の契約になったというところは本当に素晴らしいことだなと思います改めてこの二刀流というところの価値っていうか、ね、もう2人 MVP 級の活躍するピッチャーとバッターが1人でできる、えー大,谷投手えー、大谷選手しかできないことを成し遂げたというところの評価が、えー、1015億円になったんじゃないかなと思います。彼が、ね、日本ハムに入 った時はですね、えー、果たしてプロ野球の世界で二刀流が成功するのかというところで、えー、僕も、まあ、プロ野球の世界にいた身としては、えーね、当然ピッチャーとしてもすごいバッターとしてもすごいただそれが1人で2役できるのかというところがねすごくそんなに簡単にプロ野球の世界、えー、甘くないぞと、えー、思ってた一人です。 え正直に言うとなかなかそれは簡単にはいかないだろうなと、えー、思ってましたけどももう全然ね 想像をはるかに超える活躍で誰もできないことをやってのけたというところが本当に素晴らしいことだなと思います。それを、ね、日本プロ野球でやりメジャーリーグでもやってのけるというところが本当にもうちょっとねあの同じ野球人としては想像がつかない活躍を大谷選手は毎年しているなと思います。でこの 1, 億円ってもうまあ当然すすごい額なんですけど 京セラドームが確か500億円とかねで立つ額の場合ですね,ねもう1,015億円で何ができるのって本当思うとえ単純に計算すると年俸が100億円ぐらいかになると思うんですけど日本のプロ野球12球団保有選手が1球団だいたい70人 ×12 ですよ。 えー、だからまあ800ちょっとになるわけですけれども、その総年俸が400億円ぐらいということなんで、その4分の1をまあ一人で年俸としてね稼ぐというところが本当に夢あるなと思います。これは本当にあの少年野球の選手たちね、中学生もそうですね。もう自分の可能性を閉じ込めることなく。 え、可能性があるならもう二刀流ぜひやってほしい。どっちかに絞る必要はね、そんな若い時から絞る必要ないと思うんで、自分の可能性を信じて、また指導者の人もね、全選手の可能性を広げてあげてほしいなと、え、思います。えー、なんかね、いろいろもう1100、1000じゃあ1 1 5億円か。でね、調べてたらもう面白いことがいっぱい出てきてね、 例えばその年俸101億5,000万円かになるのかな日割り計算すると2780万円もう日当が2780万円ですよ。ねもう笑いしか出ないんですけどあの100万円札100万円の束ね帯付きのあれ高さ1センチええー、1 0 1 5億円ってなると1 0 1 5ルですよ。1万円札をゾーって 1,000億円建てたらもう 1,000m 超えると、えー、スカイツリー 634m はるかにスカイツリーより高く札束を重ねることができるってもう本当にすごいなと思います移籍する、えー、ドジャースですけどあの今までねあのアメリカンリーグエンゼルスアメリカンリーグでね、えー、大谷選手もまあたびたび口にしてますけど優勝できるチームに行きたいなっていうところで。 えー、エンゼルスはまあ14年を最後に、えー、プレーオフに進出してないのに対して、えー、ナショナルリーグのドジャースですけども、まあ過去ね、10年で、えー、9回地区優勝してると。えー 2013年から11年連続でプレーオフに進んでるんで大谷選手にとっては、えー、世界一ワールドシリーズ制覇に向けてこの上ないチームに、えー、移籍したんじゃないかなと思います。このドジャースというチームはね MVP の受賞経験のあるベッツという選手とフリーマンという選手がね、えー、いるんですけどもこのベッツという選手今シーズン39本ホームラン打ってる1番バッター。 ですね、そこに、えー、大谷選手ホームランを、えーね、44本打ってる大谷選手が2番に入り、えー、3番フリーマン選手ね29本塁打打ってる、えー、強打者が123番に並ぶという打線が、ね、こう結構重量打線になるんじゃないかなドジャース強くなるぞという気がしてます。 えこれからね山本由伸投手の移籍もえドジャースっていう名前も出てますしなんかこの2人のね日本人選手が今シーズンえー来シーズンかえ大谷選手が今のところね現状え日本人選手が1人っていうことなんで山本由伸投手もねドジャースに入ることがあってねえ2人でこうチームを盛り立ててワールドシリーズ制覇とかえいうのを を見てみたいですしこれねもう山本由伸投手がどういう契約になるかまだ分かりませんけど、えー、すごく楽しみな移籍、えー、になると思います、えー、ドジャースね赤いユニフォームを見慣れてる大谷選手が今度青色に変わるんで、えー、この先見慣れるかどうかっていうところもありますしねまあ、日本ハムは青色のユニフォーム入ってましたんで。 これからまたねドジャースの大谷選手の、ね、活躍を期待するとともにドジャースで17番つけてるベテランの、ね、選手がもう早々と17番を大谷選手に譲るよということで何かこうチームとしてねすごくこう歓迎されてるなというふうに思います。 あとこのねメジャーリーグというね世界には代理人という制度がもう定着してますけども代理人の取り分って5%らしいんですよね、えー、上限が5%と。とこでこの大谷選手を、えー、の代理人の手には50億円が入るといやこっちもこっちで夢があるなというふうに、えー、思いました。 まあ何はともね本当にアメリカってすごいとこやなと、えー、つくづく思います、えー。来シーズンは大谷投手がね、肘の,あの手術明けということで、来シーズンはバッターに専念というところで、えー、バッターに専念した大谷選手の活躍、えー、果たしたホームラン何本打ってくれるんだろうかというところを期待しながら、えー、また、えー、来シーズン来るのを楽しみにしたいなと思います。以上、関本健太郎のセカンドライフでした。えー、チャンネル登録とグッドボタン、 高評価、そしてコメントの方もどうぞよろしくお願いします。では